夏の甲子園大会準々決勝で大阪桐蔭は下関国際に敗れ、春夏連覇の夢が途絶えました。野球エリートを揃え優勝候補の筆頭と見られていた大阪桐蔭の敗退はビッグニュースとして伝えられました。ベスト8止まりだったことが驚きをもって報じられるほどの大阪桐蔭の強さについて、 NHK の高校野球解説を16年間続ける杉本慎吾氏の分析を紹介しながら考えます。高校の3年間を後悔しないために、大阪桐蔭は大阪大会7試合で54得点、失点はわずかに1点という驚異的な強さで甲子園に乗り込みました。初戦の旭川大高では序盤に苦戦したものの逆転勝利、2回戦では聖望学園を19対0の大差で下し、格の違いを見せつけたような戦いでした。3回戦でも二松学舎大付属に完勝、ところが準々決勝で下関国際に逆転負けを喫したのです。勝負ごとに絶対はないとはよく言われます。しかしたった1回の敗北が言い尽くされた教訓を改めて思い出させるほど大阪桐蔭は強いチームに出来上がっていたと言えるでしょう。大阪桐蔭に代表される野球強豪校が全国各地に増えたきっかけは1978年に遡ります。現在の47都道府県49校代表制が始まった年です。例えば宮崎と沖縄が争う南九州代表などが改められ、各県で優勝すれば甲子園出場の夢が叶うようになったのです。この頃から学校だけでなく選手個人も甲子園出場を目指すため県外への野球留学が増えてきました。当時こうした野球留学には否定的な論調が多く、例えば広島県高校野球連盟は1982年から県外出身選手の登録は1チーム5人以内という規制を実施しました。違反にはペナルティーこそありませんでしたが、この申し合わせは1997年まで長く続きました。現在でも肯定派と否定派に分かれていますが、1990年代に鳥取県有数の公立進学校である米子東の監督を務めた杉本氏自身は肯定派だそうです。その理由をこう説明しています。勉強するために県外から灘高校に進学しても否定する人はいません。野球も同じはずです。ただ練習ばかりで学生の本分である勉強をおろそかにするのはいけないと戒めます。そして今年の米子東にいた初の野球留学生を紹介しました。ピッチャーの籔本哲平くんが岐阜、セカンドの増田大輝くんが滋賀から来た3年生で、2人は甲子園出場に加え大学進学も目指して入学したそうです。野球だけを目的に留学しベンチに入れなかったら3年間を後悔するかもしれません。そんな高校生活を送ってほしくないと杉本氏は願っています。野球留学生の数で強くなるとは限らない。鳥取県は杉本氏の地元で、人口に比例して予選の参加校数は多くありません。そのため1970年代後半から甲子園出場の可能性が高いと考える県外の生徒が鳥取の高校に入学するようになりました。1981年春には倉吉北が兵庫出身のエース坂本昇を擁してベスト4に入りました。準決勝で PL 学園に敗れたものの、強いインパクトを残したため現在も鳥取は野球留学生が多いイメージを持たれています。野球留学生が多いのは鳥取城北、倉吉北、米子松蔭、米子北という4つの私立校です。しかし今回の鳥取大会でベスト4には1校も残りませんでした。鳥取大会過去10回で私立校の甲子園出場は半分に過ぎません。この結果を前提に、上手な選手が集まったからといって野球は強くなるスポーツではないと杉本氏は説明します。バレーボールなら秀でたアタッカーがスパイクを打てば8割は成功するでしょう。でも野球は打率3割で強打者と言われます。10回のうち3回成功すれば認められるのです。ただ結果を残すには普段の意識の持ち方やメンタル面に左右されます。大阪桐蔭に話を戻すと、今大会のベンチ入りメンバー18人中14人が県外中学の出身です。同じ近畿地区を除いても7人います。西谷監督が夏を制した4大会で近畿以外出身の選手は2008年6人、2012年3人、2014年6人、2018年6人、
野球留学生が多いから強いとの批判は根強くありますが、野球留学生の数で勝負が決まるという結果にはなりません。ここで杉本氏が断言するのは、大阪桐蔭の強さは留学生の数ではなく、西谷監督の指導力の賜物だということです。大阪桐蔭は野球部員全員が寮生活を送り、洗濯や掃除は1年生も3年生も各自で行います。無駄をなくし、自分の時間を確保する方法を考えることが、隙間時間を有効活用する自己マネジメント力の養成につながるのだといいます。さらに杉本氏が指摘したのは、彼らはグラウンドでも時間を大切にしている点です。それは目的を明確にした全力疾走です。攻守交代の時にいち早くポジションについて守備位置の確認やキャッチボールをし、ネクストバッターズサークルやバッターボックスに向かう時も1秒でも早く行って1本でも多く素振りをしています。単なる全力疾走ではなく、西谷監督が意味を伝えた上で徹底しているのです。この準備がレベルの高い守備や打撃を生み出していると杉本氏は力説しています。長く野球を続けるための指導、西谷監督や選手たちは今大会の試合後のコメントで何度も準備という言葉を口にしています。初戦の旭川大高戦は3点を追う展開となったものの、海老根雄大外野手は先制される準備はしていたと事前の心構えを話していました。19得点を奪って圧勝した2回戦の聖望学園戦では、西谷監督はデータ通りしっかり準備できていたと振り返っています。3回戦の二松学舎大付属戦で大前圭介選手を大会初スタメンに起用した理由についても、西谷監督はいつもベンチでいい準備をしてくれていたと語りました。こうした大阪桐蔭の戦う姿勢について、杉本氏は、西谷監督は高校で終わる選手を作るつもりはなく、常に葉っぱをかけながら大学や社会人で通用するように育てていると興味深い指摘をしています。選手たちに今後も長く野球を続けるための高校3年間という潜在意識が生まれ、それが大阪桐蔭を強くしてきた理由だというのです。他の高校と違い、3年生は夏の大会が終わっても卒業まで練習します。今春卒業した20人は全員がプロや大学社会人で野球を続けています。都市対抗野球では昨年20人、今年27人が大阪桐蔭の OB で、共に出身校別の選手数ではトップでした。今大会で大阪桐蔭3年生の高校野球は終わりましたが、今後も上のレベルで野球生活はさらに続くのです。卒業後も見据えた指導を受けているため、3年生は誰も燃え尽き症候群になることはないでしょう。一方、2年生は来年の甲子園で優勝するチャンスが残っています。来年の頂点を狙う上で旭川大高、下関国際の粘りは2年生にとって大きな教訓になったはずです。そして勝負時に絶対はないということも、杉本氏は善戦した旭川大高、今大会で準優勝した下関国際の共通点を指摘しました。絶対王者の大阪桐蔭からヒットを打っても表情を変えない旭川大高の選手、インコースをズバッとついてくる下関国際の投手、つまり両チームは大阪桐蔭という名前を意識することなく、自分たちのプレーに集中していたといいます。名前負けしていなかった両校の戦い方は、強豪校と対戦する際の全国の高校にとっても大いに参考になると杉本氏は話しています。まとめ、大阪桐蔭の強さは西谷監督の指導による選手たちの日頃の意識づけが根底にありました。練習だけでなく全寮制の生活を通じて、時間の有効な使い方を生徒一人一人に考えさせることが試合で役立っているのです。高校卒業後も高いレベルで野球を続けられるよう心身ともに指導を受けることで、選手たちには将来を見据えて今の練習に取り組む潜在意識が生まれていたのです。今大会では大阪桐蔭に善戦した旭川大高、粘り勝ちした下関国際に名前負けしない意識を持った戦い方が注目されました。両校がこんな戦い方にたどり着いたのは、大阪桐蔭という絶対王者の存在があったからに他なりません。